ラジオ授業科目案内ですこの時間は2024年度開設の専門科目ヨーロッパ政治史をご紹介します主任講師は中山陽平客員教授と水島二郎客員教授ですまずはこの科目の趣旨を第一回の講義から抜粋しましたのでお聞きください皆さんこんにちは主任講師の中山陽平です水島二郎先生と一緒に このヨーロッパ政治史の講義を担当いたします私は主にフランスの政治について研究しております西ヨーロッパの中でも例外的ケースと見られがちな20世紀フランスの政治の魅力をお伝えするのライフワークにしております皆さんこんにちは主任講師の水島二郎です私はヨーロッパ政治史の中でも特にオランダの政治史を専門として研究しておりますが 同時に広くヨーロッパ比較政治も扱ってきました水島先生よろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします今回第1回の講義では私中山がこの科目全体のイントロダクションにあたるお話を申し上げます次回の第2回からは私たちのいずれかが一人で講義をします第2回から第9回までの 第二次世界大戦前までは中山先生が、第十回から第十五回までの第二次世界大戦後については私水島が担当します。それでは第一回の講義ここからは中山がお話し,します。まずイントロダクションとしてヨーロッパ政治史を学ぶことが今日の日本でどういう意味を持つのかを考えてみたいと思います。 印刷教材では民主制の起源というより今日的な関心から整理してみましたがここでは少し違う角度からつまり政治学特に比較政治学の一分野としてヨーロッパ政治史がどういういい手法で何を目指すすのかについてお話しします今この放送を聞いてくださっている皆さんの中にはヨーロッパの政治や歴史に何らかの関心やつながりを感じている方も多いのではないかと思います。 ただ今日の東アジアでは米中が覇権を争っており両大国の狭間に置かれた日本に暮らす私たちとしてはまずは両国の政治経済や文化歴史に目が行くのが自然なのかもしれません。かつて明治の文明開化の時代にはイギリスフランスドイツなどの西ヨーロッパの国々は「五すべき列強」であると同時に光り輝く近代を体現していました。 大学は科学技術と並んで、西ヨーロッパの法律や政治を輸入し、我が国の風土に移植して円滑に運用することをその使命としておりました。第二次大戦後も、社会や政治の民主化が課題である間は、西ヨーロッパはモデルであり続けましたが、1980年代の日本の経済的絶頂とともに、そうした問題意識も人々の間からは薄れていきました。 では、今日本に住む私たちが、ヨーロッパの国々の政治や政治史を学ぶことに果たして意味はあるのでしょうか。十二分にあるというのが、この科目を担当する私たち二人の回答です。日本が半ば盲目的に学習し、模倣し、参照するモデルとしてのヨーロッパは確かに終わりました。しかし、西ヨーロッパはいわゆる先進国の中でも、 政治のあり方が日本に最も近いという強みを持っていますアメリカ合衆国は私たちの多くにとって最も近しい国の一つですが広大な国土、多くの点で独自性の強い特異な政治制度、複雑な成り立ちのネーションどれをとっても我が国とは大きく違っており直接比べるのはあまり生産的ではありませんこれに対してヨーロッパの国々は 近世以降の国家形成の過程も近代における民主性の歩みも我が国のそれと多くの部分で重なっていますもちろんイギリスもフランスも他のどの国も一か国だけを見ている限り政治のりり方が日本に売り立つとといったことは決してありえません。しかしヨーロッパの多くの国々を主催に見ていけばそこかしこで日本の政治によく似たところを持っている国が少なくないことに気づきます 例えば1861年の国家統一後のイタリア政治は明治維新後の日本における反伐支配から議会政治に至る展開としばしば比較されます高度成長期に活躍したフランスの高級官僚は政治からの自立性を主張する点で同じ時期の日本の高級官僚とよく似ていました戦後イタリアを支配したキリスト教民主党は 派閥構想や利益誘導がはびこったところまででかつての自民党にそっくりでした明治の近代化の指導者がイギリスフランスドイツなどの政治や法律を見比べて一番都合のよいパーツをあちこちから集めてきて日本という国家を作ったように21世紀日本の私たちはヨーロッパの国々の近代政治の歩みを見比べることでなぜ私たちの国は今 このような政治の姿をしているのかこれからどのような姿になる可能性があるのかそれを踏まえて今市民として自分たちがすべきことは何かといったことをより深くより多面的に考えることができるはずですここまで科目の趣旨を第一回の講義から抜粋してお伝えいたしましたこの講義では西ヨーロッパ諸国の持つ共通性と多様性が いかにして生じ発展してきたのかを金星以降の歴史的展開をマクロ視点からたどることで明らかにしていきますなお高校で世界史を履修していない受講者の方は市販の高校教科書で毎回の講義に対応する部分を予習しておくことをお勧めいたします この時間は2024年度開設の専門科目ヨーロッパ政治史についてご紹介しましたなお肩書きなどは科目開設時のものです